レンコンの次の松代一本ネギ、あちらにご用意してますんで、ぜひものも、お、マッキーありがとう。マッキーが持ってくれてるあれが松代一本ネギです。春掘りが出てきたんで、ちょうどね。三味線に持ち帰っていただいて、このネギはですね、小沢徹さん、たけしさんというご兄弟が守ってきてくれて、でそのお父さん小沢聡さんというね、代々でこう守ってきてくれている種を兼松でも大事に、販売させてもらっています。じゃあそのネギの歌を言ってみたいと思います。AKA 八百屋マンシンギン、小沢の徹さんとたけしさんの兄弟で代々繋がれた種ひもとく歴史、愛するふるさとを胸に誇り歌に込め繋ぐ心、一本の倒れしネギも愛しみ、撫であぐるがに仕上げの寝寄せ、つなげ宿せは見せ、ネギネギネギ松代一本ネギ、ネギネギネギ松代一本、ウエーイ。ヒイラギの花咲く秋の空へ、まるでミサイル無限に打ち上がれ、バツバツバレ愛するお友達、描く夢と未来と志、今でもふるさと松代の宝物です。レペゼン新春野菜の金松ネギ。ネギの歌でした。皆さんこれからよろしくお願いします。駅前でも歌いまくるんで。じゃあこれでいよいよナイスタイムライブ最後です。魂みんなでつられましょう。みんな今日歌ってくれたアーティストもメッセージを届けてくれましたけども、今の世の中いろいろおかしいことだらけ、そういう中でもこうしてつながり合っては絶対大丈夫、山野菜でつながっていこう。行ってみましょう。連なりましたんで、以上をもって野菜の兼松ナイスタイムライブ終了したいと思います。今日は一日皆さんありがとうございました。そして今日スペシャルゲストのパパユージンさん、そして瀬山さんに大きな拍手をもう一度お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に聞いていただいて、聞いていただいてありがとうございます。光栄です本当に。こうしてユージンさんたちが来てくれたことで
この会場がこういう風にできて、でいろんな人がつながれる場所になれたことを本当に感謝しています。ゆうさん、ありがとうございます。またぜひよろしくお願いいたします。はい、魚の町と野菜の町とでいろいろセッションできたら最高ですので、よろしくお願いいたします。じゃあ以上をもちましてナイスタイムライブ終了なんですけど、ちょっとこの中だけ少し BGM を流しながら、皆さんせっかくですんでドリンクやね、フード、あとお野菜もありますんで、9時には、完全に終了したいと思うんですけど、それまでは少し BGM タイムで、会場を開けときますんで、お買い物とゆっくり楽しんでってください。以上をもちまして終了です。本当にありがとうございました。ありがとうございます。自分の母とおじいちゃんです。あ、そうですか、はい、一緒に写真じゃじゃーん、よろしくお願いします。じゃあ動画できますんで、イエーイ、イエーイ。動画だって。お名前なんて言うんですか。え、お名前はなんて言うんですか。小山実る。伊藤さん、はい、はい、そしてこちらは小山信也です。信也やおやーまん。はい、そしてお母さん。私はカガ、カガって呼ばれてます。母さん。はい、カカ。小山邦夫です。カカです。今日はなかなか良かったですね。お、ありがとうございました。新しくネギの歌ができました。新曲できました。また後で聞かせてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。親子三代。親子三代。はい。今は弟の6代目に継がしてもらってるんで、はい、今日はすごいですね、盛大に。そうですね。パナちゃん。はい。あ、もう一回。じゃじゃーん、ひ孫と、あ、さらに孫さんですか。ひ孫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは、長野インターネット総局と申します。今、長野県は真っ白町、金松さんに来ております。はい、今日は、何かライブあったということなんで、はい、ちょっと自己紹介含めて、はい、自己紹介お願いします。あの野菜の金松の小山信也こと、レゲエミュージシャンでノブヤン AKA ヤオヤーマンという名前で、歌手をしています。今日はあの地元のですね、松代一本ネギという伝統野菜があって、そのネギの歌ができましたんで、農家さんをご招待して、その歌を、歌わせていただいたっていうちょっとイベントでした。ナイスタイムライブ、ライブ、はい、ということで、そうですね、もう毎月やってるんですよね。これはね、毎月ではなくて今不定期で、はい、あ、そうですね、はい、ナイスタイムマーケットっていうのを毎月第3土曜日に野菜の販売だけなんですけどさせてもらってて、はいはい、それは毎月やってるんですね。そうですね、毎月やってます。マーケット、はい、マーケット、まあ、野菜で人生を変えるじゃなかったですね。そうです、野菜で人生変えちゃおうっていうのが金松のテーマなので、はい。まあ相変わらず冬はまあ野菜あまりできないと思いますけど、はい、そういうことも含めて年がら年中まあ、野菜ができるようになってるんですかね。そうですね、通年間いろんな旬のお野菜で、あのうちもつながしてもらってお客さんにご案内しています。この時期一番おすすめは何でしょうか。今の時期は春掘り野菜が今ちょうど取れてくる時期で、春掘りの長芋とか、はい、春掘りの松代一本ネギとかが、あとこれから出てくる菜花とかですかね、とっても美味しいのが出てきますんで、春野菜。今後どんなところでこう活動されていくんでしょうか。今毎週、実は毎週火曜日に長野駅前の、みどりさんの前でですね、駅前マルシェっていうのをやっていて、毎週火曜の午後3時から夕方6時まで、でそこで野菜を販売しながらアコースティックギターであの路上ライブとかもやってるので、はい、どの辺でやってるんですか。あの本当にみどりの入り口前でやってます。あの十割そば店っていうお蕎麦屋さんの軒先を借りてそこで販売してますんで、そこもやっぱりあのお客さんなんですよね、はい、野菜のお客さん。野菜のお客さんです、はい、そこで天ぷらにしてくれてたり、レンコンやネギも、はい、やってます。やってるわけですね、はい。まあ、そういったネットワークで、はい、金松さんが、まあ、長野県全域にこう野菜のネットワークできてるというふうにお聞きしたんですけども、その辺はどうなんでしょうか。自分たちはこの北信地域を中心に、はいはい、自然栽培の農家さんとか伝統野菜の農家さんたちとつながり合ってやらせてもらってるんですけど、他の地域だとか長野県で作れない品目か、あの柑橘類とかは和歌山にも契約の農園さんがあったり、はいはい、長野の中でも
南の方で同じようにあの農家さんたち自然栽培の野菜や伝統野菜を守ってくれてるうちみたいな仲間がいてくれて、そこと連携しながら北の野菜をと南の野菜を交流したりとかっていう、まあみんなでつながり合いながらやってます。はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。日本のへそ信州の城で八百万の神様の賜物贈り物、この野菜の大地から吸い上げた愛のメッセージをつなぐために、今度一押しは畑の応援せず大中小とありまして、毎日美味しく食べるだけで体も心も整って、農家さんもみんなもひっくるめ、虫も動物もひっくるめ。